はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、久しぶりにですね、ネムレリアをね持ってきました。ネムレリアデッキ、実はね、結構強化入ってるんですよ。実はメインギミック以外のところで、まあ、例えばですね、まあ、勇者ギミックとすげえ相性いいんですけど、ネムレリアってアラメシアの技を発動できるこの水使いが2枚に緩和されまして、これでまあ勇者ギミックに触ることが結構できるようになりましたよっていうところと、あとこの特殊の新境人っていうカードが実装されてるんですけど、診断でこれがね、ネムレリアとめっちゃ相性いいんですよね。これレベルが10になるように、フィールド手札からモンスター墓地送って2枚ドローするっていう、まあ、ドローソースになってるんですけど、単一がない。これね、ネムレリアってね、墓地送るレベル10モンスターめちゃくちゃいるんだよね。でしかもその墓地に送るモンスターを持ってくることもできるんですよ、ネムレリアの新キャラっていうカードで。でしかもこれ墓地から特殊召喚できるレベイユっていうモンスターがいて、これをね、その特殊の新境人のコストにするとすげえ無駄ないんですよね。あまりにも無駄なくてめっちゃ美しいムーブなんだけど、そのネムデリア発動して、これ発動して、これ持ってきて、これコストにして特殊の新境人打つっていう、この動きするとこれまた墓地から蘇ってきながら2枚ドローしてるんで、まあ実質無駄がないんですよね。だからこれが2枚ドローに変わってるみたいな感じなんで、感覚的には強欲なゾウみたいなもんだ。だからこの動きがねすげえ強いんで、今回はネムレリア勇者ギミックにこいつをぶち込んでぶん回していこうと思います。はい、まあ、久しぶりに使ったんですが、やっぱりネムレリアってかなり癖強くて結構好きですね、このデッキのギミック。ちょっと回し方下手くそかもしんないけど、最後まで、ご覧ください。デュエルスタンバイ。いや勇者増えたの結構ね、これネムレリア強化だと思うんだよね。ネムレリアってさ、通常召喚するモンスターの効果あんま使わないんだよね。使わなくても全然展開できるというか、なんか結構だからそういうね、出張系パーツと割と相性良かったりするんですけど、まあ、クシャトリアとか入れてもいいかもね。だから今だとあの流行りのユニコーンとかね、割とネムレリアの拡張性はすごい。ただエクストラデッキ使うデッキとあんま相性よくないから、まあそこだけ注意って感じなんだけど。でドラッグバック装備します。はい、よいしょ。でグリフォンライダー、あ、こちらにあのベヒーモスの効果だけ使えなくなっちゃうんで、それだけちょっとあれかな、回収効果が一応召喚成功時効果なんですけど、これちょっと待ってね、ネムレリアドリームス、ドリームスはな、これ一応発動したターンあれなんだよね、ネムレリアの効果に遅延できないみたいな効果あって、後打ちするとちょっと強いんだけど、夢見るネムレリアからいいか。夢見るネムレリア、効果発動、永続魔法を置きまして、でエクストラデッキ加わります。で効果発動、これね、あのエクストラデッキからの P しか出せなくなる代わりに、レベル10の獣族を、なんか2枚サーチできるというクソぶっ壊れ効果なんですけど、これで、レベイユと、それから、まあ、これはオレイヤでいいかな。で、そうですね、まあ、とりあえず特殊召喚しますか。特殊召喚、特殊召喚。はい、でレベイユ出して、レベイユがね墓地から帰ってこれるのめちゃくちゃ強いんだよね。うん、これめちゃくちゃ強い。どうしよっかな、まあどれでもいいな、これ、まあ、この辺使わねえか。はい、で3枚エクストラは本当になんかあんま使わないから、まあ一応なんか何でもいい感じはあります、正直。はい、でレベイユ効果起動して、獣族墓地送ってで、トラップカードセット、これな迷うよな、レペッテかルーブか。ルーブ、まあレペッテか、さすがに永続だしな、毎ターン使えるから。レペッテ発動して、でこれベヒーモス召喚して、これ回収効果入んないのだけちょっと惜しいんだよな、これ勇者入れるとな。でこれドリームス使うかどうかなんだけどな、どうしようかな。まあ、圧縮できるか、ドリームス使っといた方が。ちょっとデッキトップデムリアとかってもクソうざいから、ちょ一応サーチだけしとくわ。まあ、獣だとダメなんでサーチ入んないんで、これ多分夢見るデムリアで持ってきといて、これ圧縮しといて、これでいいのかな。はい、でちなみにベヒーモス君は、特殊召喚されたモンスターが発動した効果を、ま、全く受けないという効果がありますので、これ2700打点の結構バケモンです、意外と。はい、まあ、妨害数はそんなに多くないけど、はい、
了解しました。永続トラップとか入れてる構築も結構ありますね。なんかサモンリミッターとか、はい、あの辺の、まあ、正直それはちょっと違うだろうって僕は個人的には思ってるんでちょっと言ってないんですけど、サモンリミッターとか入れてなんかマスター1行きましたみたいな方も結構いらっしゃるみたいですね。眠れリアは、はい、そのサモンリミッターが強いだけだよみたいな話があったりするんだけど、これちょっとバクヤはさすがに無効にするか。バクヤはちょっと鬱陶しいから無効にしよう。天元の竜林、なるほど、効果を無効にして特殊召喚か手札に加えるか。いやーこれ貫通されそうだな。天元の竜林で無効にはなるよね。無効にはなるはず。これグリモンライダーがデッキに戻ることさえできれば無効にはなるはずやから、バクヤの効果は取んないと思う。ビッシュだ、つえビッシュだ、つえビッシュだ、バリつえ。はい、うわー強えなー、龍炎かー。いやーこれルーブだったな、ルーブだったな、じゃあルーブだったわ。これレベイユマジ意味ないんだよな。これちょバルネスが飛んできちゃうんで、いやーどうすっかなこれ。いやでも回収したいと思って意味ないんだよな。いやちょっと頑張ってください。もうなんかこれで耐久するしかありません。私は昌栄なんだ。なるほど、昌栄なんだバロネスじゃないんだ。あ、除外するからってことかな。こっちのデッキが、こっちのデッキが結構カード除外するんで、割と確かに昌栄はまあまあうぜえっちゃうぜえか。あ、プロートスね。なるほど、プロートスもうぜえな。アークネメシスプロートス、まあちょレッペッさすがに発動だね。これで3枚除外します。まあもうこれ多分アライバルあたり使わねえな多分な。これ除外してレベル10のモンスターを墓地に送ることによって効果を無効にするよみたいな効果なんですけども、これで一応翔英くんを無効にしていく。はい、いやーなんとかなってるんじゃね。これちなみにあれなんですよね、表側のカード全部無効にする効果なんで、一応今プロートスも無効になってます。まあターン白字までなんですけど、無効になるのが。はい、バトル OK、 了解。よし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 、いや一応耐えたぞ、一応耐えた。でこれなんでバロネスになったんだろう。バロネスだったら結構きつかったよね。結構っていうかかなり辛かった気がするんだけど、はい、セット OK、 救われた命だ。あ、ドリームス来た、ドリームス来たか。なるほど、まあとりあえず1回眠れリアの蜃気楼の効果起動します。で持ってきます。照英の効果使われます、無効にしますかな。で、あー、そう、ここ2枚、ここに2枚除外します。でカードサーチします。ほらいいで2枚持ってくるっしょ。あ、このヒールドか、やべえミスった。うわ、これ先に出すべきやった、間違えた、やばい。ちょっと待って、俺もプレミした、これ手札からいけると思ってた、やばい。待ってちょっと墓地から回収しよう、墓地から回収。ちょっと待って、マジでミスった。少々お待ちください。眠れりや、ちょっと回すの久しぶりすぎてちょっとプレイングがなってますんで、墓地から回収するのは一応これレベイユ回収して、これ除外されるとやばいので、ね、レベイユ回収で一応昌栄の効果で、まあこれはまあでも言うて何除外されてもまあいいか、今は何除外されてもまあ一応いいです。今はあと4枚ね、あと4枚ってレベイユとさ、オレイあでオレイエか、オレイエでいけんじゃない。オレイエ1枚でレベイユ3枚だから、これ多分ね、これもうこれかませると思うよ多分、俺の計算が正しければ。さあどうする。はいはい、ドリームス、なるほど。でレベッテがどっか行く、いいだろう。でこれはスイートドリームスネムレリアをぶち込みまして、これ発動するとネムレリアモンスターの召喚特殊召喚成功時、相手モンスターの効果とか、まあ、魔法トラップ
発動できんくなるんで、これ絶対通るんですよ、夢見る眠れりやの効果が。これはね結構強いです普通に。で一旦これどっから行けばいいんだろうな、こっから行ってあれか、静電持ってきて静電捨てるか、静電持ってきて静電捨てる。でまあ水使いの効果起動して、まあとりあえず勇者トークン出せるカード持ってくるっしょ、大丈夫、あの照英はしょるから、今から任して持ってくる。でオレイエ出す。でオレイエ打点引く、オレイエ効果発動、1枚除外して打点をアップ、 OK。 でレベユー効果発動、エクストラカードを3枚除外して、来たぞ行くぜ。エクストラデッキはこのカードのみの場合、このカードは特殊召喚できる。起きろ養生効果、自分の裏側の表示で除外されているカードの3枚につき1枚、相手のカードをゲームから除外、強すぎクソ強い、何戻そう、何でもいいか、これ戻しとく、わからない、何戻していいか、あこれにしとくか、はい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 、いやー強えバリ強え。でアラメシアのギもしかして打って、えこれ5000、3、4、5、6000、2000、あれこれ買ってるんじゃね、これ待って、あこれあ言ってるわ、バトル神ゲーだ、このゲームは神ゲーです。いや眠れるや強っ、超豪快に決まったわ。おクショトリラめっちゃ来た、結局ねクショトリラを入れました。私はこの最強カードを入れざるを得ないという結論に至りまして、クショトリラユニコーンは僕も入れました。はい、やっぱクシャトリだと勇者を採用できるってのは結構いいね割と強い、割と誘発を吸ってくれるし、結構、まあ、クシャトリユニコーンに誘発吸ってくれて、なんかうらら撃たれたり無限保養撃たれたりするから、まあ、結構勇者ギミックとか、あと、いつまでそれはさすがにうらら、まあもうエクストラ別にね何枚抜かれてもいいんですよ、正直マジ使わないんで、ほぼたまにね帰ってきたターンでランク10してアワゼウス入れたりとか、なんかセブンシーズン出したりとか、そういうのはあるかもしれないんだけど、あとランク7でアライバル出すとかね、たまにあるんだけど、まあほぼないね、ほぼないです。はい、なので、まあ、基本的には、エクストラは別に抜かれてもいいから、ユニコーンに強いっていうのも結構このデッキにはいいところかもしれない。まあアゼウス抜かれるよね、そりゃ当たり前に。あースモア、オッケーオッケーオッケー、まあスモアはいいや。スケクシャ、プラネットパスファインダー、なるほど、これは一体どういう、あーうぜーうぜー、そのサーチきっしょ増人うざいな、なるほどね、増人スモールワールドサーチできるのがうまいな、ドロードリームス、なるほど、まあ、とりあえずユニコーン一回出してからだな、ユニコーン出します、オッケー、とりあえずアキスのように出していって、でチェーン乗んないから増殖するチーズチェーンできませんでしたさあお相手しどうするかな、でバース持ってきます、でユニコーンの効果起動されます、まあどうぞご自由に、まあ、あれ無限保養じゃなそうだな、無限保養だったら打ってる気するんだけどね、これユニコーンにどうなんだろうね、ちょっとわかんないんですけど、まあただ増殖やんだよな、めんどくせえ。ちなみにチェーン乗んないモンスターめっちゃ多いんですよ、まあ、クシャトリユニコーンもそうだし、あとネムレリアのモンスターたちもあれチェーン乗んないんですよね、あーレベイユだけ乗るか、レベイユは乗るけど、まあ、基本的にはチェーン乗んないでポンって出てくるから、ネムレリアがエクストラにいるとね、はい、なんでどうしようかな、これ除外するのアーゼウスか、さすがに、まあお相手もアーゼウス持って除外さ、除外アーゼウス除外合戦始まった、オッケーで、ピースキー夢見る眠れりや貼ります。で、夢見る眠れりやの効果起動して、
草鉄拳加えながら、永続魔法を置きますよという効果。この永続魔法がねめちゃくちゃ強いんでね、エクストラから縛り入る代わりにさ2枚サーチできるから、毎ターンレベル10獣族2枚サーチ、マジで強いじゃんこれ。行かれてんだよこれは。もうおったいし死ねえな。で、2枚サーチ入れますよ。でこいつらはちなみにチェーン乗りませんよと。どうしますかと、とりあえずこれ持ってきます。で、どうすっかな、これさすがにレベイユか。レベイユはちなみに効果発動して特殊化するんですけどね、難しいですね。相手増陣がめてきたら、ここに打てるからこれでいいか。トラップ一応そしたらセットできるしな。うん、レベイユでいいや。さあこれで、あ、お相手どうするか。レベイ、あーうまい、あ知ってるね、分かってるね、分かれてたわ。じゃあんま知らない人多いから、お、あんま打たれないんだけどな。結構うまいなそれは。まあちょっと特殊召喚するの嫌だな、じゃあっていう話になるね。でバトルフェイズ入ります。ユニコーンでユニコーンぶん殴って、でこうやって勝利するでしょ。でメインツ入る。いやでもトラップカードはちょっと伏せたい感じあるな。レベイユ出して、レベイユでコストオレイユにして、トラップだけセットエンド結構あんじゃん。1枚ドローさせちゃうけど、まあ、1枚ドローで1枚妨害追加できるんだったら結構やった方がいいかなって気するんだよな。でしかも多分ねこれねルーブ強いんだよね、あのデッキに対して。モンスター裏側にするよって効果なんですけど、ルーブってなんかそのデッキから出してきて、モンスターを。だから、あの天使族の、なんかその、なんか一人だけで天使族のやついるんですよね、あの眠れるやに。で、そいつ出してくると、そいつがなんか月の書効果内蔵して、それで月の書したら多分ね、クシャトリアってさ、あの、フィードにモンスターいたら出てこないじゃん、大体。だから多分これで、ルーブ、天使出してきて、で、裏守備、で、これ結構妨害としては非常に強いんじゃないかって説ある。さあ、どうだ。メインフェーズ終了前、事故ったか、事故に散らかしたか、これ。ターン終了時、まあ、ルーブは出さなくてもいいか。ターン終了時だったら俺のターン、アラメシア来た、アラメシア来た、アラメシア発動。やべ、これどこ打っても無限保養ケアできねえでも保養だったら打ってるでしょ絶対、保養じゃないでしょあれで。勇者トークン出てくる。で表側で置く。で旅路発動する前に1回眠れる新キロ発動します。2枚カード除外して獣族レベル10モンスターを2枚サーチするといいか。あー、うららね、はいはいはい、なるほど。多分トップララなのかなこれ、多分トップララくせえな。はい、了解しました。まあ打点揃っちゃうもんね。っていうかもう打点揃ってんじゃねこれ、出すわ。はい、グリフォン出しまーす。で効果起動しまーす。これ打点揃ってるよねこれなんかすごい雑に2000から2500くらいのモンスターめっちゃ出るみたいなデッキになってるけど、これ大丈夫。あ、ドロールね、あいいや、はいどうぞ。ドロールはいいです。で、ドラコバック発動して、それマジで何、早くそれ発動せいやみたいなとこあるけど、そのトラップカードか魔法カードか知らんけど、それ何、あ 戻れたわ。はい、まあ、バトルフェーズですね ああ、まあ、眠れりゃ全然活躍せんかったけど、こういうこともあるということでちょっと許してください。対戦ありがとうございました。あ、ハンドまあまあだなこれ。勇者から入って眠れりゃもあるし、ドローソースもあるし、なんか結構いけそうな気するけどなこれ。ハンド的にはなんもねえけど、誘発とかは財宝がありいいでしょう。財宝狩りオッケー、ディアベルスターもオッケー。さあ一体全体これで どういう盤面になるか問題なんだけども、ちょっとトガ姫がめんどくせえな。ディアベルスター、はい、オッケー。まあいつも通りといった感じやな。パズロビノ、ええこれあれか、墓地肥やし、墓地壊しギミックか、これこれメタクス式墓地壊しギミックなんじゃないのこれ。パズロミノ、はい、レベル8にする。なるほど、
レベル8にする。トガ姫レベル8蘇生フランベル10ってこと。やばい、これはもしかしたらもしかするかもしれねえ。なるほど、でトガ姫の効果、フランベル10で、これ炎属性縛り入ってる。トガ姫を魔法トラップゾーンに置いて、あ、出た、やばい、これジアン出た多分。まずいまずい、これ圧倒的ぼっち小林キミック採用型マジ、これなんだ、これティアラメンツ入ってんじゃねこれやばい、いや入ってる、やはりまずいぞ、これはまずい、これは圧倒的、ファラオの審判入ってる、やばい、ちょっと待って、何これ、ファラオの審判できたんだけど、ちょっと待って、これガチやばいぞ。ティアラメンズレイノハート、はい、でレイノハート特殊召喚成功時効果、いや強い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 、いや強いて、やってること強いて、これうわ結束ユニティ落ちた、ガチでやばい、ガチでやばいことしてる、トランザクションロールバック入ってそうな気すんだこれちょっとね、僕もねファラオの審判ゴミデッキ作ったんですけど、動画も多分動画化してると思うんですけども、見てよかったら見てほしいんですけども、ちょっともしかしたらその動画を見てくれたか見てくれてないか知らんけども、さあとりあえずキトカロスが出てきて、キトカロスでティアクシャが落ちて、でさらにティアクシャが特殊召喚されながらキトカロスが墓地へ行き、カードがめちゃくちゃ墓地に落ちるスタイルね、はいはい、でティアクシャの効果でめっちゃ落ちるのとキトカロスの効果でめっちゃ落ちる、でここで8枚の墓地小屋が入ります。あ、トランザクションロールバック落ちてもうたやばい、ちょっと遊戯王が終わった可能性がある、ちょ遊戯王が終わった可能性あります、これ遊戯王終わった可能性、これはやばいなあ。リンクランにこれ読んだ、トロイメアグリフォン、うわやばいことしてる、やばいことしてる、俺これやろうと思ったけどなんか俺時間なくなったんだよな、これタイムアウトしねえかな、いやマジこれ時間なくなったんだよな俺これやろうとした時、なんかちょ動画よかったら見てください、私の動画も、ちょ待って、動画見る前にちょ相手の盤面が上振れすぎてちょっとガチでやばい、ちょ普通にファラオの審判普通にセットされた終わるかもしれん、やばすぎるて、ディアベルサとデストロドでこれバロネスも出るて、やばいて、ちょ強すぎやてこのデッキいやいややばいてあかんて、完全にやってんなこれ、これやってるだろこれ、これはさすがに無理じゃね、勇者トークンそもそも発動できない気するんだけど、ちょっと待ってね、俺のターン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 、おいふざけんなマジで、しかもロイヤル格好じゃねえか、いいな友情がある場合、僕はモンスターを召喚、反転召喚、特殊召喚セットできず、モンスターの効果が発動できず無効化されると、はい、でトランザクションロールバックの効果をコピーする、はい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 、こっちの方が効果をコピーして、さらにファラオの審判の効果で、結束ユニティがあるので、魔法トラップカードが発動できないし、魔法トラップカードの効果も無効化される、なるほど、僕は今どういう状態に陥っているかというと、魔法トラップカードを発動できず、モンスターを召喚、反転召喚、特殊召喚セットできないという状態になりますね、全部光りません、カードが全て光りません、こんなことが許されていいんでしょうかいやお前これ上振れすぎだろセットもできないの終わってんな、これマジで終わってるわああ遊戯王終わった、いや遊戯王始まったとも言える